ところでまで待ち伏せてやがるかよ。いよいよ兄者、孫権と私有を決しようとしている。向こうも殺気立っているのだ。もう夜が明けるか。ふっ、この奴らめ、二度とこの朝日を拝めないようにしてやるぜ。うん、行くぞ。呉を倒し、天下に新しい夜明けをもたらすのだ。攻めで城内の敵は弱っているようだが、繁盛にこもる義の残党を撃つ。全員進め。
公だか軍神だか知らねえがよ、あいつがそんなに偉いんか。これから5の大軍が来るらしい。みんなでそっちに寝返ろう。寝返る兵が出始めています。父上、裏切り者を切らねば。まもなく援軍が来る。それまで耐えよ。遅くなり申した。間に合ったようですね。行くか。狙うは関羽の首のみ。全軍攻撃開始。我らも遅れを取るな。耐えきれないか。そなたこそ万夫不倒の豪傑よ。
し訳ございません。以上の腕前ですね。天候を見るまで倒れるわけにはいかん。
り者は切った。体を整えよう。さすがです。修行が足りなかったか。敵将撃ち取ったり。
こたびは引かせていただく。こたびの戦は敵の心を攻めます。彼らを力で下し意味があるんです。我が軍を抜けるとお思いですか。Yeah!
他の者も存分に力を振るうのです。かなわんだろ。おとなしく下った方だ。敵将討ち取ったり。やろうか。慣れない土地での戦術、兵の士気が落ちるのも無理ありませんか。
思ったよりやるじゃねえか。のいらねえやつは前に出ろ。ここで潰す。この猛角様とやろうってバカは止めえか。さあ勝負よ。
張なさい。そなたこそ万と不当の豪傑と言えます。
これ以上引いたら母ちゃんに殺される。者も存分に力を振るうのです。しない男どもだね。今度は私が相手さね。
弱いな。気が悪いですよ。そなたこそ万夫一方の豪傑と言えましょう。さすがじゃな。火の神の杖、祝祐、行くよ。さあ、勝負よ。私の炎は燃え尽きゃしないよ。次だ！敵将、討ち取ったり！
分が悪いですね。デスクです、自重なさい。そなたこそ万夫不当の豪傑と言えます。さすがだな。流れがよろしくないですね。本当に最後だ。なんだ、あの鎧、矢を通さないのか。投降兵に剣や弓は通用しないようですね。私は考えがあります。少しの間進軍を防いでいただけますか。どなたこそ万夫不当の豪傑と言えましょう。お見事です。さすがじゃな。このままではまずいな。
も遅れを取るな。お見事です。この水毒沼ですか。足を踏み入れない。
孫家の命運ここで立つ。全軍前進。櫓の警備を強めようとのことです。次もいずこかで相まみえん。さらばだ。
倒するのだ。さすがです。しましたか。さあ今が好機です。私たちも炎を溶かして攻めましょう。敵が迫っておりますゆえ閉門いたします。手強い用心を。怖いぞ。おとなしくかかれ。このままではいけませんね。炎が我が陣を飲み込んでいく。赤兵八陣を抜け一時後退する。負けは負けだ。今は引く。やれ！
これまでか。全軍、赤兵八陣を迂回、川を渡り、敵本陣を突きます。ぶっ潰せ！私たちも行きましょう。
他の者も遅れを取るでないぞ。以上の腕前ですね。一気に押し潰せ。確かめさせてもらった。
天下に人生を敷くため、ここでゴを倒す。一体どうなってるんだ。ここだ。若い奴らに任せるとするか。出過ぎているぞ。微調整だ。おやじらしい。行くぞ。我ら孫家皆そろって天下へと昇るのだ。抑えきれぬか。心してかかれ。
びやがる。無茶するな。怖いな。敵将、討ち取ったり。あしらも気合い入れていこうかね。このままではまずい。もう遅れを取るな。他の者も遅れを取るでないぞ。
まずいかね。大したもんだね。気合い入れていこうかね。今度こそ思いっきりいくわよ。
今度はもっと楽しませてもらうぜ。敵は手強いぞ。心してかかれ。私の実力を見せてやる。お前こそ万夫不当の豪傑よ。やべえな、力が入んねえや。父上と兄上の意志は私が受け継ぐ。はい。
ぐわ。